札幌でトラック炎上のニュースです。午前10時半過ぎ、札幌市北区の国道でトラックの荷台から火が出て運転席などが焼けました。トラックが焼けたのは札幌市北区新川の国道5号線、通称札幌新道です。発生直後の映像では運転席から激しい炎が出ているのがわかります。今日午前10時半過ぎ、6トントラックの運転席の後ろの荷台部分から火が出たと乗っていた人から110番通報がありました。現場の札幌新道の東向きの車線は片側通行止めになっていて、消火活動が続いています。トラックに何人乗っていたかは分かっていませんが、この火事によるけが人はいません。焼けたトラックは荷台には米を積んでいたとの情報もあり、警察が状況を調べています。